2戦目に響くそういう、こう内容だったと思うね。これやっぱり勝ち越す負け越すでのスタートっていうのはやっぱりこう本当にこうシーズンを占うそういう、こう開幕3連勝だと思うんでね。はい、中西雄輝のトラナラチャンネル。京都ドームでの巨人戦最終的に0対4で終わりましたね。最初のオーダーからお話聞いていけたらなと思うんですけど、近本選手、大山選手、森下選手っていうところが、心配されてたところなんですけど、スタメンで出ることができたというところで、ここ辺にはどう見てますか？そうですね、本当に直前のねオープン戦、やっぱ開幕地区のオリックス戦っていうところで、森下選手も出てなかったので、非常にこうベストオーダー最後こう京セラのオリックス戦を組んで開幕を迎えたかったっていうところがあったと思うんですよね。その辺やっぱ無理させずに、なんとか開幕戦にも間に合ったっていう感じで、開幕戦にはこうして3人とも出たし、しかもだからね、結果も非常にいい感じでバットも振れてたんで、そういう意味ではちょっと一安心かなっていう感じで、ベストオーダーで開幕戦は挑めたのかなっていう感じはしますよね。選手全員が生え抜きっていうところが52年ぶりで、生え抜きのクリーンナップが27人ぶりで、生え抜きドライチっていうところでいうと史上初というところみたいですね。本当にね、そういう意味ではこう、和製のスタッフというか外国人一人も入らずにっていうところでのオーダーで、岡田監督としてはね、あんまりこう助っ人頼みっていうことを考える、そういう監督ではないんで、ドラフト1位組が、なんていうかな、スカウト、そして編成、フロント組と現場が一体になってこう作り上げていってるという、こうチーム作りっていうところの日本一っていうのを継続してっていうところが非常に伺えますよね。じゃあ、試合の方も見ていけたらなというふうに思うんですけど、初回でいうと、オープン戦ちょっと不調だった中野選手にヒットが出てっていうのがあってましたけど、中野選手はいかがでしたか？そうね、だから最初、ね、ずっとオープン戦かなり苦しんでたんで、そういう意味ではこう非常に、最初にこう安打が出たっていうところで一安心というか、安からするとね、やっぱり H のランプが灯れば非常にこう気分よく次の打席もいけれるっていうところで、ヒットが出て、その次にこうねセーフティーでまたしっかりとこう1・2塁という形を作れたっていうところで、いいスタートは綺麗だと思いますね。2回でいうと前川選手も開幕オーダーでっていうところでヒットが出たっていうところありましたね。前川もね、状態ずっとこうやっぱオープン戦良かったっていうことで、右の戸郷っていうねところは予想されてたところなんで、そういう意味でこうやっぱ右が来れば前川、左が来ればノイジーっていう感じでこうスタメンっていうのは決まってたと思うんでね、戸郷に対してはやっぱ前川が出て、そこをねまだしっかり結果出せれたっていうところは良かったと思いますけどね。落ち着いてこうゲームには入っていけたのかなっていう感じはしますよね。で、青柳投手も1回2回は三者凡退でっていうところで抑えていって、まず青柳の立ち上がりでね、こう非常にこう開幕戦の中こう緊張感ある中で、1回2回スムーズにこう三者凡退で入っていった。一方の東郷の方が逆に初回からかなりこう本来のこうボールの走りもなかったしという感じであったんですけどもね、青柳は本当にそのプレッシャーに打ち勝ってこうスムーズにこうゲーム入ってきたなっていう感じはしましたよね。ただやっぱそのポイントになったのはやっぱり3回の近本のライト前、中野のセーフティーで1・2塁というね、非常に大きなこう先取点を取れるチャンスで、森下も非常にいい打球を右中間飛ばしたんだけども、海谷の本当にビッグプレーで、あそこでこうなんか流れっていうかな、あそこでやっぱり先取点入って、しかも2点入ってっていうところでの流れになってくれば、ゲーム的には逆にタイガースの方が 4-0、5-0 っていう感じの流れで試合したと思うんですけどもね、やっぱあのプレーがやっぱポイントになったよね。しかもあのプレーで海谷自身がこうバッティングの方にもこうやっぱ気分よくツーランというね結果が出たっていうところで、あのプレーが本当にポイントだったと思うよ。もうドンピシャのタイミングでのジャンプ、もうちょっとタイミング的にずれてたら本当に完全に抜けて2点入ってなおもランナー2塁っていうね状況だったと思うんで、本当に大きなプレーだったと思いますね。でその裏の回で梶谷選手にツーアウト満塁で回ってくるシーンがありましたけど、ここは青柳投手を三振に抑えることができましたね。ここはやっぱりね、満塁っていうピンチを迎えながらこうしっかりと青柳がね踏ん張れたっていうところでしょうね。でもそういうピンチを立っていってる中でこう徐々にこう疲労度っていうのは出てくると思うんで、そういう中でやっぱ5回のところでこうやっぱ捕まったのかなっていう感じはしましたけどね。でも状態的にはね全然悪くなかったと思うんです、青柳。
という。その回転のツーランが出る前にね、ボークがちょっと痛かったよね。で、あそこで例えばランナー2塁で戸郷の打席、戸郷がバントして3塁でアウトっていうケースもシチュエーションとしてはあったと思うんですけども、やっぱりちょっとセットに入ろうとする中でこう止まったんで、であの場合で止まったらすぐにこう右足をプレートから外さなきゃいけなかったんですけども、動きがセットに入ろうとして右足のプレートを外さないまま静止しちゃったんで、やっぱりあそこはまあボーク取られてもしょうがないかなっていう感じですよね。少し動揺はやっぱあったと思うね、青柳氏。でその後1番の佐々木選手のショートゴロで結果的にはフィールドアウト、そうですね、はいはい、まあ、あそこもやっぱ木浪の送球がね、もう少しこう坂本の膝下に、送球できれば間一髪っていうところのアウトできたと思う。ちょっとやっぱり送球が高かった分やっぱりセーフになりましたね。吉川の手の方がやっぱホームつくのが早かったんで、坂本の膝下ぐらいに投げられていればアウトにできた、そういうタイミングだったと思いますよ。でまあその後、まあランナーが残った状態で梶谷選手に回ってきてっていうところでホームラン、そうですね、まあそんなに甘いボールではなかったと思うんですけども、インサイドのこうちょっと内側のボールをねしっかりとこううまく体回転させて打たれましたよね。まあ梶谷にやられたっていうところでしょうね、本当にね。3回のビッグプレーしてこの打席っていうところで、まあその前に満塁でやっぱ三振したっていう嬉しい思いもあったと思うんで、ここはなんとかしなきゃっていうね、そういう気持ちが表れたバッティングだったでその後は3回以降ですね、阪神の打撃でいうと、まあ、ヒットが一本もない状態で終わってしまってっていうところでしたけど、この辺はどうですか。ちょっとこうオープン戦のなんていうか悪い状態っていうのをそのまま引きずって開幕に入ったのかなって、まあシャットアウトされたっていうのはやっぱりものすごくこうそう2戦目に響くそういうこう内容だったと思うね。ヒット出なくてもいいボンドの仕方っていうのはなかったよね。大山選手の状態ってなんかあんまり良くないって言われてたじゃないですか。その中でこう、はいはい、なんとか出ているっていうところももしかしたらあるのかなっていうふうに思うんですけど、その起用って、まあ、明日以降とかってどうなると思いますか。うん、まあ今日ゲームを出てる感じとかプレーを見たりとかね、バッティングのスイングで見たりすると、まあ無理はしてるとは思うんだけども、出れないっていうような状態じゃないと思うんで、そこはもうやっぱゲームをやりながらこうコンディションを整えていくっていう今段階なのかなっていう感じがしますよね。その辺のこう休ますタイミングというかな、そこはまだ考えるべきではないと思うし、このやっぱ3連戦はこうベストオーダーで臨みたいっていうところなんで、本当に出れないとかなんていうか、もう本当に重傷っていう感じになればハウスから来ると思うけども、まだまだそこまでではないと思うんですよ。ただこの3試合の結果次第ではちょっと休まさなきゃ今週的にきついのかなっていう感じになってくると、こうオーダー的な変更は出てくると思いますけども、三振が若干こうチームとして多かったのかなっていうふうに思ったりもしたんですけど、その辺はどう思いますか。うん、やっぱりちょっとね、まあオープン戦から含めてちょっとこうその辺が不安材料っていうのがあったと思うんですけども、やっぱりこうかなり緊張感の中でこうスタートしててっていうところあったんで、そういう意味で本当にこう最初にこう先取点を取ってればもうタイガースが転んでたゲームであったと思うし、やっぱ、あの3回のプレーっていうのが非常に大きかったよなっていう感じしますよね。まあ青柳投手は5回で降板してっていうところで、その後島本投手、漆原投手、あと梶谷投手っていうところで繋いでいった形になるんですけど、この3投手それぞれお伺いしてもいいですか。まあある程度こうね、こういう状況であったりとか当然リリーフ陣としては上げていく状況だったと思うんですけどもね、まあ、梶谷がちょっとねまた点取られたっていうか、ボールそのものがもうちょっとね、梶谷本来のこうキレスライダーの良さっていうところはなかったと思うね、その辺がちょっと失点繋がったのかなっていうところで心配はあるけども、まあ3人、まあ、まずまずの9大点のところじゃないですか。でもまあ明日以降また落ち着いたあのマウンドさばきになってくると思うんで、やっぱりシーズンね、あの初登板っていうところはやっぱかなり緊張していると思う。オープン戦から状態も悪かった島本投手も2安打されましたけど無失点で抑えることができたっていうところは大きかったですかね。まあ結果がね、本当ヒットは2本打たれてはいるけども、結果ゼロになんとか抑えたっていうことは評価していいと思うし、本人自体はこうまあなんとか苦労しながらでも0点に抑えたっていうのが、本人の気持ちが違ってくると思うんで、はい、でも4回から本当ねヒットなかったんで、やっぱりもうちょっとゲームが重くなったよね最後はね。やっぱ3回のプレーが本当にこうポイントになったなっていう感じですよ。プレーがね、まあ、野球はそんなもんだけどね、やっぱりこう必ずどっかでポイントがあるし、こうそこで流れがこう変わってくるっていう、そういうゲームなんでね。まあ、あとはだからやっぱり今日対戦してこう開幕からね、非常にまあ昨年までなかった阿部新監督っていうところでジャイアンツになって、昨年やっぱり18勝もねタイガースに勝ち星を奪われたっていうところで、こうかなりこうヒットエンドランとかね盗塁とかこう動こうとしてるなっていう、そういうところが見えましたよね。その最初の選手でもいわゆるその足を使って1アウトで1点取ってる
るわけだからね、うん、やっぱこう足を使ってそういう野球をしていこうっていうところが見えたんじゃないかなっていうところがしますね。そういう意味でだから昨年の18勝できた相手だけども、やっぱりこう2戦目以降またちょっと今年は違うよっていう感じのこうジャイアンツはやっぱり戦い方してるんで、そこはやっぱりタイガースはいやいやもう内山は力でねじ伏せるっていうぐらいの戦いをしてほしいと思いますけどね。これやっぱり勝ち越す負け越すでのスタートっていうのはやっぱりこう本当にこうシーズンを占うそういう、こう開幕3連勝だと思うんでね。そこで言うと、まあ、明日は大竹投手が先発でっていうところなんですけど、はい、どう見てますか。いや大竹もねかなりこう緩い球であったりとかランナー一塁での左っていうところでこう牽制うんっていうところの難しさはあると思うけど、かなりやっぱ足を使ってこう崩そうとしたと思いますよ。やっぱりチェンジアップのこう投げるタイミングであったりとかそういうねカウントであったりっていうところでは仕掛けてくると思う。まあ大竹運よりもちょっと打線がちょっと心配なんで、打線がやっぱりね早くこう何て言うかな得点できるっていうシーンができればオープン戦の嫌な数字も忘れるし、ゲームシーズン入ったら違うんだっていうのがね全体にこう盛り上がってくると思うんで、そういう意味ではやっぱり打線でしょうね。打線が活発になってくればちょっとこう嫌な感じは抜けると思うよ。ここで言うと相手ピッチャーが、グリフィンとしてところで左ピッチャーになるんですけど、はい、ここどう思いますか。まあ明日はだからねノイジーが出てくる可能性もあるしね、そういう意味でだからまあグリフィンをだからこうタイガースとしてもちょっと揺さぶっていくっていうところも必要になってくると思いますね。まあとやっぱり三振がちょっと多いっていうところでね、しっかりと制球していって昨年のやっぱフォアボールを選べるっていうかな、そういうスタイルに持っていかなきゃいけない。まずやっぱり塁に出てこないと作戦うんうん立てられないんでね、いかにフォアボールでありヒットでありエラーであり何でもいいからとりあえずルインに出てそこからこう動きたいっていうところがあると思うんでね、うん、まずルインに出ることが第一条件だと思います。はい、ということでね、まあ、1戦目はこう4対0でジャイアンツにこう完封負けということでスタートとしてはね結果としては良くなかったですけど、まあ、2戦目以降 2-3 と勝ち越してっていうところが期待したいと思いますけども、皆さんこの1戦目開幕戦見てですねどういうふうな思ったかまたコメント欄の方によろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。